で、あの山形駅の入り口の脇のところに、バンコクの人、来たり見よ雲晴る、雲晴れるですよね、雲晴る蔵王の山のその何劇をか分かんないですけど、茂吉が、あの斎藤茂吉さんですね、斎藤茂吉がそういう歌を詠んでおります。で横に山形駅の、駅名由来なんていうふうにありますけれども、地名の由来は野方、里方っていうのかなという言い方に対する山形に、それを山形というふうに当てたという説、だから山の方にあるからっていう、それ山あがた、山のある地方、田舎、あのあがったなんとかってありますよね、あの県って、ね、そういう意味確かあったはずなんで、で山あがたからなまったものだとする説があります。で昨日もあの花鳥公園に行った時にもいろいろ言ったような気がしますけれども、山形藩は最初は最上が57万石、元和8年、1622年だから、まあ、ほとんどあの秀忠の頃ですけれども、から鳥石、以後は星名、松平、堀田氏などが続き、甲賀に1845年からは水野氏が治め、明治を迎えます。結構だから藩主がコロコロ変わってる藩ではあるんですよね。最上の築城以来、町割りが行われ、さらに鳥石によって町の拡張、宇間見ヶ崎川の改修、街道整備などが行われ、下城、山形城の城下町は発展してきました。有名な花笠祭りは8月5日から3日間、市内の十日町から旧県庁にかけての、あの文章館ですね、文章館にかけての中心街をパレードし、東北四大祭りの一つとして盛大に行われています。この夢代を受けて、明治34年1901年4月大雲本線が当地に開通した時に山形駅が開業いたしましたということだそうです。本来ならばおよそ発車10分前なんですけれども、もう諦めました。多分やってもアウトだなと思うのでもう諦めました。で、ですね、まあちょっと考えるのもあれなので、ちょっとまず朝ごはんでも食べようかなと思いまして、単純に、まず大湯茶129円、当たってりゃいいのか、大湯茶129円に、そしてですね、あ、おしぼりがついてきた。そして、大きなおむすび、梅の沢菜が、これが150円か、税込み150円。そしてですね、マスの寿司167円、それからですね、牛タン塩だれむすびが、ですね、なんだこれ140円、以上のセットで朝ごはん食べようかなと思います。まあ、ちょっとこの辺で仙台らしさを今回出してみたかなと。あとマスの寿司なんか東北の方でしたっけみたいな感じですけどね。あとなんか梅の沢菜はよくわかんない、なんかまあ美味しそうだからみたいな、まあ、この辺でちょっと仙台らしさを出してみた山形ですけども、今だいたい9時7分ぐらいなんですけれども、山形駅遅延運休情報を見ていて、まあ、見ての通りなんですけども、遅れ一部運休か、あとはもう在来線の乗り継ぎも全部運転見合わせになってる。だからそうですね、新幹線も怪しいし、山形新幹線も怪しいし、大雲本線も怪しいし、仙台行くのもちょっと怪しいというか、そんな感じになってきております。で唯一丸がついているのは、これはちなみにですね、これ阿寺沢線といいまして、佐賀へ阿寺沢に行く支線なんで、これはあの乗り継ぎも何もないという感じで、まあ、だから近くは大丈夫っていう感じなんですけれども、ちょっと他のところに出るともうアウトかなっていう、そういう感じになりますね。だから逆に、まあ、私ずっと考えてたんですけれども、ご飯食べながら考えてて、まあ、一応仙台に行けば、まあ、大都市なんで、東北地方随一の大都市なんで、何かしらのルートはあるだろうとは踏んでいるんですけれども、そっちも行くよりも、まあ、ここでおとなしくしてた方がいいかなっていう気もしてきました。ちょっとまだ決めかねてますけれども、多分仙台に行くか、仙台に行くか、ここでおとなしく一日過ごすか、どっちかだろうなと。それからもしくは、他に考えたのは、レンタカーを借りて青森に行く方法、これもあるんじゃないかなと思います。あと、まあ仙台に出れば、バスで青森まで行くんですけど、ちょっとお金かかるし、だったらまあ安いネットカフェで1000円か2000円ぐらい費やした方がまだ安上がりかなという感じもします。この遅延状況のちょっとこちらの脇にこんなものを見つけました。
山形生まれ山形育ちの待合室で、すっごい予約しちゃうと、まあ、山形産の杉をここを使ってる待合室とベンチなんですよという話です。天童木工が得意とする成形合板とそれが針葉樹を分けて家具に使用する世界初の厚密成形、加工の技術が活用されていますということで、まあ、この辺やっぱり木材が豊富なんでこういう家具とかそういう産業も盛んなんですんで、あの北海道でいうと北見家具とか旭川家具とか、あの旭川駅もすごく木で飾られていますけれども、あれ旭川家具があるからというのもあるんでしょうねきっと。あ、そうそう、だからあのエスカレーター登るところに旭川家具飾ってるところもありますけれども、うん、だからまあそれと同じノリなんだろうなと思います。それから有機 EL といえば山形っていう世界最先端技術の、ま、LED の次世代の照明になるんじゃないかというふうに言われてるんですけれども、ま、有機 EL の EL というのはエレクトロルミネセンスか、エレクトロルミネセンス電気の発光という頭文字で、有機化合物に電流を流すことで、光る現象を有機 EL と呼んでいますということで、そういった技術も山形ですごい盛んに研究されて行われているというそういうことなんですね。まあということで相変わらず電車はなんか怪しい動きを見せているのでどうしようかなと思っています。外の様子はどうでしょうかね。なんかあんまり雨は、あ、そうそう、傘忘れた。危ない、ベンチの下に置きっぱなしでちゃんと撮ってきました。山形市の案内とかありますけれども、花城公園、花城セントラル昨日行きましたし、文章館でもまた行きますかね。なんか今日はおとなしくしてた方がいいような気がしてならないんですよね。山形市の雨はさっき結構ザーッとかなり朝降ってたんですけれども、だいぶ小康状態になってきたなという感じです。だからちょっとこの後どうなるかが何とも言えないですけどね。反対側とかどうだろう。いや昨日そう、あの友人と油そば食べて、あのじゃあ帰るかって頃に急に雨降り出して、まあ、それからずっと雨だったんですよね。まあ現在の山形は、雨は降ってない感じ。ただすごいのはずっと山のところに雲がかかってるんですね、ぐるり。反対側もそうだったかな、反対側はちょっと見えないんですけれども、ぐるり雲がかかってるので、まあ、ちょっとこの後の天気は怪しいなと。で、こちら側の方からも雲がじわじわ迫ってる感じなんです。反対かな、あ、いや、こうゆっくり流れてる感じですね。だからまあ今ちょっとうっすらとしてるかもしれないけど、またざっと降るっていうのも十分考えられるかなと思います。そうだ、まあ、せっかくだから文章館でも行きましょう。そうしよう。なんか100円バスとか出てなかったっけな。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。また概要欄より太郎の雑学カフェに飛ぶこともできますので、そちらもぜひご覧ください。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。